これはアイドルの悩みを救うある医師の話である。申し遅れました、精神科医の島崎パル太郎です。それでは次の方どうぞ。失礼します。どうぞおかけください。お願いします。ではまずお名前をお願いします。はい、 HKT48 の田中夏実と申します。なんだかいつもの狂犬ぶりがないですけれどもいえいえ。それでは先生に相談したい悩み事は何でしょうか。最近スタッフさんが私への扱いがすごく雑なんです。なるほど。それはどんな時に雑だと感じますか。あのですね、 SK48 と兼任させていただいてるんですけど、あの名古屋まで行く時に新幹線で行くんですけど、最初は、まあ、指定席を取っていただけてたんですけど、最近はマネージャーさんもついてこない割にもう自由席になっちゃってバカにされてます。バカにされてますか。あの真剣な悩みなんですけど、自由席であの3時間半おじさんと連結部分で並ぶっていう座れなかったんです、ね、座れなくて。なるほど。1時間半ずっとおじさんと一緒に新聞読みながら待つっていうのが結構続いてて、それがすごい悩みなんです。なるほど。辛い思いをされてたんですね。そうなんです。例えばもうちょっとこうしてほしいみたいなのはありますか。まあ、グリーン車までとは言わないんで、せめて指定席を取って、もう B 席でいいんで、せめて窓際じゃなくても、はい、窓際じゃなくてせめて座りたいなっていうのが願いです。それでは先生お願いします。もうスタッフになっちゃえば私が。さすが先生です。素晴らしい回答ありがとうございます。お帰りください。ありがとうございます。私スタッフになっちゃうんですか。そうですね、あの、まあ、見た目もそんなにスタッフさんとさほど変わらないようですいやいや、スタッフさんでも大丈夫なんじゃないかと思います。どうぞ。もう自腹で行くか